KDDI デジタルゲートは日本の企業組織がデジタル変革を実現していく場所として、これまで延べ数百社の企業の方々にご来訪いただき100件以上の案件を手掛けております。1、2ヶ月で行うサービスデザインと、それに加えてビジネスデザインまで3ヶ月から1年単位で行うプロジェクトがあります。その中で私はビジョンを作るところだったりとか、サービスの新しい種を見つけるような部分のご支援というのをデザイン思考を用いたワークショップなどを通して行っています。1日に1回必ず成果物をアウトプットをお客様に届けるというふうなやり方をとっておりまして、その中で常にお客様は最新版のアプリを触っていただいて、素早く何回も何回も検証をいただけるというところが一つの強みになっております。複雑な問題をですね、一つ一つ紐解いて、どれから取り組むかという優先順位を決めて、その優先順位の高いところからクイックに検証を繰り返すことで、お客様の目標ゴールに近づいていくというような活動ができることだと思っております。現在多くの企業が抱えている課題として組織の分断があると思っています。新規サービスを立ち上げる際には、それぞれ全ての組織が一つのチームとして一気通貫で意思決定を行う必要があります。そういった中でさらにプロダクトを素早く作ってユーザーにフィードバックをもらう、そういった活動も必要になってきます。このデジタルゲートという場所でパートナーの皆さんが新たに持ち込まれた知見、アイデアと KDDI がこれまで培ってきたあらゆる知見、アセット、ネットワークとが混じり合うことでデジタル変革を加速させるとともに、その過程を通じて共に成長していきたいと考えています。